ご主人様、ご奉仕の時間ですよ。ご奉仕だ。ご奉仕だぞ。ご奉仕させろ。ご奉仕、ご奉仕、ご奉仕、ご奉仕。申し訳ありません。少々取り乱しました。取り乱しました。ああ、いえ。お部屋でくつろいでいるところ、申し訳ありませんが。実はですね、今日ご奉仕担当のカリンちゃんがいないんですよ。でね、せっかくだから、今日は私たち二人でご奉仕しようと思ったんです。この前ご奉仕できなかった私のリベンジも兼ねてね。それで、今日はいろんなご奉仕道具持ってきたんですよ。どうですどうです、今日は私たちに任せてみませんか。うんうん、そう来なくっちゃ。それじゃあ決まりですね。今日は丸が丘館唯一の双子マヤとマリンがご奉仕いたします。そこで早速なんですけど、マリン、あれをラジャー、このご奉仕道具箱の中に、じゃじゃーん、これね、さっき作ったばっかりのクラウドスライムなんですけど、知ってます？クラウドスライム。スノーパウダーというもので作ったスライムなんですけど、サラサラふわふわもこもこな感触がたまんないんですよね。で、このクラウドスライムで耳を包んだら気持ちいいんじゃないかなと思いまして、ほ？やってほしいって。じゃあベッドに寝転がってください。失礼しますよ。ご主人様の脇に添い寝して、私はこっち側に添い寝をしながら、クラウドスライムで耳を包んで、気持ちよくしちゃいますね。早速、いや。できなかった分、マリンちゃん張り切ってるのです。なるでしょう。あ、ご主人様嬉しそうなお顔してますね。この調子でスライムパワーでご主人様の心トロトロにしちゃうぞ。
遊び楽しいな楽しいな。これご奉仕になってるのかな。なってます。私の判断では。そっか、よかった。スライムで耳をすっぽり包んで面白い。遊んでますね。楽しいですから。今日は雨で外には出られないけど、こうやってお部屋の中でのんびりするのもいいですよね。のんびりという割にはめっちゃ手動いてるけどね。いや、ほんとスライム気持ちよくってさ。なんかずっと聞いてたくなるような音だよね。私もやってほしいな。ですってご主人様。今度お願いしますねご主人様。見て見て、ほら、こうやるとチーズみたいにビョーンって伸びるの。面白いね。だよねだよね。はーい、マリン先生、そろそろ私に交代してくれませんか。やだ。え、お願い。やだ。ご主人様、マヤにもやってほしいですよね。あ、ほら、ご主人様もそう言ってるよ。いいでしょう。変わりますよ。それでは、よいしょっと。お次は、マヤが気持ちよくしますからね。こっちの耳も、スライムでトロトロにしちゃうぞ。しちゃうぞ。もうスライムで耳ふわふわのもこもこにしてあげるね。マヤの手つき。何？なんでもない。楽しい時間ですな。ですな。ねえねえ、スライムでのご奉仕は初めてですけど、気に入りました？
今後もご奉仕のレパートリーに入れていいですかね。おお、ぜひにと。じゃあ決まり、スライム作り頑張っちゃうぞ。主人様、幸せにあふれた顔をしていらっしゃる。これがスライムの力か。くぉそういえば、ご主人様はさっきまで何してたんですか？部屋でゴロゴロしてたって見たまんまじゃないですか。まあ今日は雨ですからね。私ちゃんと洗濯物を片付けたんですよ。それは私だってそうでしょ。っていうか雨の中ずっとふざけてたのはどこの誰だっけ。聞こえない、聞こえない。まあ別にいいけどさ。スライム攻撃によってご主人様がだらーんとしてきてますね。そうですね。さすが私。マヤ隊長、唐突に手柄を独り占めするのはやめてください。あら、マリン隊員、手持ち無沙汰のようですが。私はご主人様の表情を眺めるのに夢中なの。確かにすっごく気持ちよさそうな顔してますね。主人様、かなりほうけた顔になってる。まあ確かに、ずいぶんだらしなーい顔になってるよね。さすが私。だから、どうして手柄を独り占めしたがるのかな。それもそうだね。はあ、なんかこうやってのんびりしてる時間はいいですな。いいですな。マリン、ちょっとだけ二人同時にやってみよっか。いいですね。じゃあ新しいスライムをご主人様の目に。いや。じゃあ両耳同時にスライムでモコモコにしちゃいますね。スタート。同時にスライムまみれにすると圧巻だね。よ
ろいろと。強めに揉んでみたり伸ばしてみたり。細が良いですか？でも気持ちいいでしょ。主人様、何笑ってるんですか？くすぐったいの？そっかそっか。じゃあもっと丹念にもんじゃおっと。よしよし、気持ちいいですね。嬉しいですね。幸せですね。ですね。嬉しそうな顔してるご主人様、かわいい。このスライム、じっと触ってても飽きないな。ダメ、ほんと癖になる。このスライム、もっと違う作り方もしてみたいよね。確かに、いろんな触り心地のもの作って試したいかも。だよねだよね。もっと柔らかいものとか、もうちょっとザラザラしたものとか。うん、配合の仕方をいろいろ考える必要がありますね。そのこと、綿あめみたいなスライム作れないかな。それは柔らかすぎてもはやスライムではないのでは。スライム遊びは終わろっか。だね。それじゃあ、まずはお耳をきれいにしましょう。ラジャー。ちょっと待っててくださいね。このご奉仕箱の中に、とりあえずこのタオルを濡らさなきゃね。このままちょっと待っててくださいね。ご主人様、今マリンがタオルを濡らしてきますから、もう少しお待ちくださいね。その間に私と。はい、ただいま。もや、何やってるの？なんでもない。もう抜けがけはダメだよ。さあさあ、濡れタオルでお耳を拭きますよ。なんだか楽しそうだね。ちょっと失礼しますね。ゴシ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 。ちょっと水分多めだけど、このくらいがちょうどいいのです。これから泡洗浄もするからね。
暖かいタオルでふきふきされると気持ちいいでしょ。ゴシ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 と、とりあえずある程度綺麗になったかな。じゃあ次は泡洗浄だね。泡洗浄だよ。じゃーん、泡ソープでーす。これでご主人様の耳に付着したスライムをもきゅもきゅきれいに拭き取りますよ。もきゅもきゅ。タオルで耳をしっかり濡らしたし、もこもこの泡でスライムはささーっときれいに落ちるはずです。ほら、マヤも手伝って。両耳同時にやるからね。はいはい、それではレッツ泡洗浄スタート。まずは泡で耳全体をこすって、こうしていくうちにどんどん泡立ってきますからね。ほら、ちょっとシュワシュワするだけで泡がモコモコしてきたでしょ。やればやるほどクリーミーな泡が耳を覆い尽くしてくれますよ。主人様、恍惚とした表情になってますね。ということで、キスでもしましょうか。ということでって、どういうこと？いや、いろいろ受け入れてる顔なのかなって思って。なんじゃそりゃ。なんて冗談言ってる間に、もう泡がこんなに大きくなりましたよ。もう耳が見えないや。だね。この調子でしっかり耳をゴシゴシしていきましょう。スライムで遊んだ分、きっちりきれいにしないとね。立ってきますね。面白い。面白いのもいいけど、ちゃんとゴシゴシしないとダメだよ。スライムを落とすためにやってるんだからさ。はいよいさ。うん、思った以上に泡が。そうだね。すごいすごい。息を吹きかけたら泡が弾けたよ。全力で楽しんでますね。見てるこっちまで気持ちよくなってきた。泡をしっかりこすりつけて、滑らかな泡で耳を包んで、ゴシゴシ、力加減に気をつけながら耳全体をゴシゴシして、ゴシ、マリン、あなたまでうとうとしてない？あ、ゴシゴシ言うだけじゃなくて手も動かすのよ。いや、ちゃんと手も動かしてますよ。それでよし。
がすべすべになってる気がする。そりゃこの泡でこれだけ綺麗にすればね。触ってると気持ちいいね。つるつる滑る。主人様、寝てないですよね。大丈夫ですか？気持ちよかったら寝ちゃってもいいですけど、我慢我慢ですよ。ご奉仕はまだ始まったばっかりなんですから。とはいえ、眠くなるのはしょうがないですよね。耳が気持ちよくて、今日みたいに静かな雨の日なんかは特にね。もう相当綺麗になったかな。なってると思うよ。あともうちょっとやれば大丈夫でしょう。泡洗浄終わり。最後に柔らかいタオルで泡を落としますね。ほしほしっと。耳がツヤツヤ。私たちに感謝してくださいね。まあ問答無用で耳をスライムだらけにしたのは私たちなんだけどね。そうだった。もう少しかな。あとここをやれば泡が全部。はい、終わり。綺麗に落ちましたよ。お疲れ様でした。それではご主人様、せっかく耳の外側が綺麗になったことですし、ゲームでもして遊ぼう。耳かきもやりませんか？外側の次は内側みたいな。おお、さすがマヤ、お世話係の鏡。はい、了解です。それではまず私の耳かきで気持ちよくなってもらおうかな。お手並み拝見といきましょうか。望むところ。この箱の中に綿棒が。はい、それではご主人様、頭を上げてください。膝枕をしますので。よいしょっと。ありがとうございます。それでは耳かき始めますね。まあやあ、反対側は私がやるからね。分かってるって。動くと危ないからおとなしく見てなさい。ほーい。耳の中もたっぷりきれいにしますからね。私の膝の感触を堪能しながらのんびりくつろいでくださいね。主人様は膝枕好きですよね。嬉しそうにして体
が密着している時が一番幸せそうじゃないですか。気のせいかな。ご主人様、もしかして図星ですか。いえ、マヤは全然気にしませんけどね。どことなくチラシ。枕してるとなんか甘やかしたくなってくるんですよね。なんでだろう。マヤちゃん、お菓子買って、頭撫でて、抱っこして。いや、マリンにじゃなくてご主人様を甘やかしたくなるのよ。てひひ。私の耳かきテクニック上達してると思いません？自分では結構うまくなったと結構自信持ってるんですよね。うまくなってるって嬉しいです。主人様、なんか寝ようとしてませんか？気持ちはわかるけど、まだ我慢してほしいな。マリン、いちいちボケなくていいのよ。やるのがコツというか、いろいろ勉強したんですよ、やり方をね。ただ綺麗にするだけじゃなくて、耳の中を気持ちよくする動き、繊細な手さばき、解くと感じるがいいさ。なマヤの手つき、確かに上手くなってるかも。ご主人様を骨抜きにするテクニックを習得してしまいましたわ。耳かきだけじゃ骨抜きにはされないって。あらら、言うようになりましたね。はい、時間切れ。次は私がやります。時間制限なんかあったっけ。あるの、今私が決めた。はい、もう綿棒を持ってスタンバイしてますので、マヤはどいて。
はい、しょうがないな。次は私の膝に頭を置いてください。よいしょ、膝枕完了。ほいじゃあ、マリンの耳かきを始めますよ。今度は私が眺めてます。マヤより気持ちよくさせちゃいますよ。お手並み拝見といきますか。自信あるもんね。ほら、どうですか？この繊細かついたわるような手さばきね、気持ちいいでしょ。私の方がうまいと思うけどな。私の方がもっとうまいよ。私の方がもっともっとうまいよ。私の方がもっともっともっとうまいよ。私の方が、はい、すみません、ご主人様、マリン、手止まってるって。ももは、ここはひとまず停戦協定。私も上達してるって、でしょでしょ。もっと褒めて。マリンちゃんは褒めて伸びるタイプですから。もう調子いいんだから。ご主人様、さっきよりも気持ちよさそう。これはマリンの勝利ですかね。マリンの耳かきの方が気持ちいいですよね。マヤが一番だよって言ってくれたら、後であんなことやこんなことしてあげるよ。マヤが一番だよ。違う、マリンにしてあげるんじゃないの。マシャ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 、柔らかい動きで主人様の耳をたっぷりいたわりますよ。まあでもマリンも上手くなったよね。私にはかなわないけど。もう一言多いな。時間、私は大好きだな。
って改めて思いますよ。何いきなり黄昏てるの？いや、のんびりしてるとそういう気持ちになるんだよね。まあそれはあるかもね。ご主人様、マリンのこと好きって言って。ああ、わかりやすく甘え始めた。甘えるの得意ですから。まあと言っても今のご主人様は完全に甘えモードだから。こっちから甘えてもダメな感じだね。むしろ甘やかしてくれ的な視線がすごい。これは今夜が楽しみですね。ですね。マヤ、ニヤニヤしてるね。いや、いくつか面白いことを思いついちゃってさ。なになに？耳かき終わったらね。なんだろに。ちょこっと仕上げの梵天やろうか。梵天が終わったらちょっと面白いことやりますけど。おお、マヤがいつも以上にやる気になっておられる。はい、マリン隊員、この梵天を使って両耳同時にささっと梵天で気持ちよくするから。はいはいさん。それじゃあご主人様、頭上げて、はい、膝枕解除して。よし、それじゃあ二人同時のふわふわ梵天ご奉仕いきますよ。ゴーゴー。梵天好きですよね、ご主人様は。散らされる感じが好きなんじゃないの？そうなんだ。うん、なんでもないです。やっぱりちょっと手つきがダイナミックすぎない？ん？そういうマヤは小刻みに動かしすぎじゃない？むむむむむむむ。
り同時にやってると対抗意識がメラメラしちゃうね。だね、まさに永遠のライバル。ご主人様の睡魔、なかなか深くなってきているご様子で。まあ、まだまだ寝かせませんけどね。そろそろ梵天も終わりってことで、みんなでお菓子パーティーをやろうか。この箱の中にあるあれを使って、そう、これこれ、この化粧ブラシを使って耳を撫で回してあげますよ。おお、なんかいけない感じがする。いや、たまにはこういう遊びもいいかなと思って。ブラシで耳を撫でるとかなり気持ちよさそうだし、ってことで、はい、マリーはこれを使って。ほほ、二人同時に耳をなでなですると。そういうこと。それじゃあご主人様、ブラシで耳をこちょこちょしちゃうので、新鮮な感覚をたっぷり楽しんでくださいな。どうですか？くすぐったいでしょう、これ。でも気持ちいいみたいだよ。すっごい嬉しそう。来るとご主人様悶絶しちゃうよ。まあ、遊びたくなる気持ちはわかるけどね。梵天とは比較にならないくらいくすぐったいみたいだし。だよね、だよね。気持ちいいみたいだよ。ツンツンしすぎじゃない？いや、ツンツンするたびにご主人様がピクンってなるのが面白くってさ。あらら、ブラシは感触が強すぎるのかな。ご主人様の反応が半端ないから。体よじってるもんね。ブラシを流すように、耳を撫でると、おお、ゾクゾクしちゃいますか？
けないことしてる気になってきたよ。醍醐味じゃない、いけないことも。あ、マヤ大人だ。ふふ。私でご主人様をこう、なんだろう、なんか、なに、日本語大丈夫？いや、やっぱりいけないことしてる感が強くって恥ずかしいなって。ハブだね、マリンは。主人様、もんもんとしてません？そんな感じの顔してますよ。うん、確かにご主人様、スイッチ入ってる気がしますね。ブラシ攻撃、恐るべし。マリンさん、マリンさん。何ですか、何ですか？気持ちよすぎるブラシ攻撃によってご主人様が悶々とし始めたっぽいので。こ、くくり。さらにゾクゾクしつつリラックスできるご奉仕でもしちゃおうか。そのご奉仕とは何なのかね、聞かせてもらおうか。はい、今日大活躍のご奉仕箱の中に、あった、これこれ。あ、それはなんだっけ。ベビーパウダーだよ。ほー。で、まあこのサラサラのパウダーを使ってご主人様の両手をマッサージしようかなと思ったんだ。なるほど。しかもこれただのベビーパウダーじゃなくて、エステのお店でも使われてる一級品なんだよ。特にサラサラ具合が最高です。うん、マッサージのしがいがあるね。でしょでしょ。それじゃあ私はご主人様の左に添い寝しますので。私はご主人様の上に。マリン。うん、私はご主人様の右側に添い寝いたします。うん、よいしょ。まさに川の字状態だね。で、この状態で二人でご主人様の両手をマッサージしちゃいます。これはなかなか刺激的だよね。じゃあパウダーを左手に。私もやるね。パウダーはこのくらいで、ご主人様、右手失礼しますね。振りかけて、広げて、そうそう、そんな感じ。じゃあハンドマッサージ始めますね。パウダーをしっかり手にこすりつけて、
み込んでっと。密着してこういうことしてるとやっぱりいけない気分になりますね。なんかさ、密着してもじょもじょマッサージとか、ね、刺激強くない？あの、さっきから何一人で興奮してるの？いや、ナナちゃんはすごいなって。マッサージの達人だからね。手をもみもみするのってなんか楽しいんだよね。愛を感じるというか、感じさせられるというか。だよね。マリンもこれ気に入りました。私の柔らかい手の感触、いいでしょ？気持ちいいでしょ？あ、なんか手の揉み方やらしくない？気のせい、気のせい。っていうか、マヤの手つきもやらしくない？いや、気のせいだよ、気のせい。でもまあ、こうやってさ、両手でご主人様の手をキュッと揉んでると、ついこんな風に握ったりしたくならない？否定できないのが辛いところ。ちゃんとマッサージしてるつもりでも、ただ普通にギュッと握りたくなるよね。マッサージそっちのけでひたすら触りたくなっちゃうな。マリンったら、もう普通にご主人様の手を撫で回してるだけじゃない？なんか我慢できなくって。ねえマヤ、せっかく添い寝して密着してるんだから、キスでもしながらマッサージしない？ほう、急にどうしたの？いや、マヤとマイちゃんは
ご主人様に濃厚なご奉仕をしたんでしょ。だから私も濃厚なご奉仕をしてアピールしたいなと思って。マリンちゃんだって大人なご奉仕できるんだぞ的な。なるほど、確かに私も大人弟子をアピールしたいかも。私ら双子も色気を出していきたいしね。でしょ。じゃあまずは私から。ご主人様、濃厚ご奉仕楽しんでくださいね。気持ちいい？ご主人様の手をマッサージしながらたっぷり濃厚なキスってもっと癒しちゃいますよ。気持ちいいです。マリン、夢中になってるね。まあね。する手つきがおろそかになっちゃいそうです。私はキス大好きだな。
次は私の番ですよ。たっぷり味わってくださいね。じゃあ次は添い寝しながらマッサージに専念しますね。私の方がうまいでしょ。マッサージもキスもね。ご主人様もキスうまいですよ。上達しましたね。主人様の手、あったかいですよ。とっても。私のキスでご主人様の体がどんどんほてっていくのがわかります。もっと熱くなってもいいですからね。キスでこんなに体がほてるなんて、まだまだご主人様も鍛錬が足りませんね。まあ、私はむしろ大歓迎ですけど。ご主人様、すっかり骨抜きじゃないですか？キスでいろいろほてってきたところだし、このまま添い寝しながら耳なめでもしちゃおうか。いいですね。もう徹底的に甘く癒しちゃおう。だね。快感でぐったりしたご主人様に追い打ちかけちゃうぞ。じゃあまずは私からやってもいい？いいよいいよ。じっくり気持ちよくしてあげな。じゃあ、
失礼しますね。はん。私は反対側が寂しくないように隣でキュッてしててあげますね。主人様が喜ぶのか、なんとなく分かるようになったんだ。
密着しながら耳舐めしてる時が一番楽しいかも。なんかゾクッとする愛を感じるんですよね。私も体凍ってきちゃったな。気分になりますよね。して
の耳も濃厚に舐め上げて、たっぷり癒しちゃうもんね。してると体温がしっかり伝わってきます。体のほてり具合すごいですよ。に寄せてくださいよ。ぎゅーって密着してたいな。
ちゃ敏感になってますね。どんどん体の震え方が強くなってますよ。主人様なら耐えられるはず。おお、かなり悶絶してますね。してますね。私らのコンビネーション攻撃に耐えるのは大変ですよ。強すぎるって顔に書いてあるみたい。
まさに悶絶だね。大丈夫ですか？ねえマリン、ご主人様ギブアップみたいだよ。本当だ、くったりしちゃって。ちょっと休憩しようか。あ、そうだ、キャンドルでも焚いてまったりする？いいね。じゃあご主人様、このまま寝転がってください。いい意味で疲れたでしょうし、しばらく余韻に浸りましょう。やっぱりキャンドルはいいですね。この光を見てるとなんか落ち着く。これはこれでこうなって、あれ、確かこの日は、マリン、さっきから何書いてるの？ん？今後の予定をノートに書いてるの。おう、なんか真面目じゃん。へっへん、マリンちゃんはいつだって真面目なのですね、ご主人様。ほら、ご主人様もそう言ってる。というかご主人様、さっきからずっとベッドでくったり寝転がってますけど、いや、夢心地って感じですね。癒しすぎちゃったかな、すっかり脱力して。まあゆっくりしてくださいな。だね、今日はこの後もっと濃厚なご奉仕でもしようかなと思ってるし、それまでみんなでのんびりしてましょう。私は旅行雑誌でも読んでようかな。あ、
このペンションいいな。おお、こんな観光地が。ん？ねえ、どうしていきなり旅行雑誌なんか読んでるの？いや、かりんちゃん旅行に行ってるでしょ？私もどこか行きたいなぁと思って、ご主人様と一緒にね。いいね、いいね。私も一緒に行く。だね。三人でどっか行きたいね。ところでマリン、それはほったらかしでいいの？ん？あ、そうだった。クリームソーダ作ろうとしてたんだ。え？今やるべきことを放置して、この先の予定表書いてたの？うっかりうっかり。まずグラスに氷を入れて、お次はメロンシロップを入れて、でんで炭酸水を注いで、シュワシュワーっとなったところで氷をかき混ぜて、あー、いい音、至福の時間。ずっとかき混ぜてたい。それはいいんだけどさ、肝心のアイスはどこにあるの？アイスがないとクリームソーダとは言えないよ。え、もしかしてアイス買うの忘れてたの？ぐぬぬ。ありゃりゃ、せっかくご主人様にクリームソーダごちそうしようと思ってたのにね。ご主人様にクリームソーダを飲ませて、体をひんやりさせて、気分をリセットさせてから、またご奉仕しようと思ってたのにね。ぬ。これじゃあ、ほてったままのご主人様に、第二ラウンドのご奉仕をすることになるけど、それじゃあ、ご主人様の身が持たないよね。いろいろと。まあ、むしろご主人様は、望むところなのかもだけど。明日の予定表に一個予定追加、バニラアイスを買ってくる。じゃあご主人様、ほてったままで申し訳ないけど、第二ラウンド始めちゃいましょうか。